じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今 X トレンドワードなんだか知ってますか？知らん。若手の手法、これがですね今もうトップです。なるほど、はい。なので今日はゆたかさんに、ゆたかさんが考える若手の手法とはっていう、まあそう、うん、そうなんです。まあでもね、まあ球界全体を見るとさ、はい、手法って言ったら、まあ例えばセリーグだったら村上とか、ヤクルトの村上、やっぱ三冠を取った実績から考えると手法は村上とか、うん、まあ、パリーグで言えばやっぱこうオールスターのファン投票1位で選ばれる万波中正とか、うん、ああ、まあ山川とかね。あ、山川選手もまだ、まあ、若手っちゃ若手かなっていうような感じもするし、まあ近藤とかね、あ、こんちゃんとか、ちゃんも若手、中堅、若手の手法か。そうなんです。だ X でも、うん、まあ、若手の手法トレンドになってるんですけども、これは若手の手法じゃない、若手の定義は何だ、手法の定義は何だっていうことも今言われてるので、まあ若手っていうのはもう 年齢だよな。これ若手だからね、もうタイトル取ってるやつとか、うん、そういう人って、うん、もう若手ではないような感じがするよな。普通年齢で言うと、うん、野球界の中では若手っていうと何歳までなんですか？まあ、その人にもよるけどな、まあでも25まで、そうか、もちろん高校から入ってきた人もいれば大学、まあ、社会人経てもいらっしゃると思うんですけど、まあ大体25までか、25、6、そこ過ぎるともう中堅になっていくわけです、ね、いやもうそこら辺だったらもうタイトルとか取ってるだろうし、うん、まあ、そうなってくると、うん、まあ、手法というよりもその成績が当たり前ってなるよね。はいはい。だからなかなか若手の手法とは呼びづらいよね、うん、呼びづらいか。若手の手法って若いけどよくやってんなっていうイメージのある選手だよ。あー、なるほどな、うん、だ手法ではないけど若手の中でよくやってる。まあまあそうだね。25歳か。そうすると例えば巨人、はい、4番の岡本選手は年齢はもうね28前後だと思うので、若手ではなくなるけど、まあ、手法ではあるけど、あ、若手っていうよりも、うん、もう頼りにされてるから、はい、あ、若手ではないよね。手法であることは間違いないけど、うん、だから若手の手法って言ったら DeNA の牧とかだよ。あ、まだタイトルは取ってるけどまだ若いという。そうですね、そうですね、うん、あ、じゃあ、まあ DeNA でいうと若手の手は牧選手、牧、うん、で、まあ村上も若いけどね、まだヤクルトの、うんうん、ただ三冠を取っちゃってるからさ、若手とは言えないよね。ないんですよね、確かに。もう確固たる実力があるっていう証明してるからさ。例えば阪神で例えば森下選手とかがバンバン打っていたら若手の手法には当てはまるってことですよね。まあもちろん若手の、うん、まあ今でも若手の手法ではあるよ。ただそこを基準に考えるとまだちょっと、うん、なんていうの、物足りなさはあるかもわからないけど、うん、まあなっていけるよね。サトテル選手、まあ、サトテルもそうだよ。ああ、そうか。まあだから年齢でいうと25歳ぐらい、うん、で手法の定義はじゃあ何なんだろうということで、手法をちょっとウィキペディアで調べたんですけど、まず手法っていうのは、戦闘艦、戦車で最も強力な大砲のことを指して、野球で例えると攻撃の中心となる強打者の例え、いわゆるクリーンナップっていうことになる。まあ一概に言えないよね。まあ例えばさ、あのロサンゼルスドジャースの大谷が一番打ってると、はい、そうしたらクリーンアップじゃないよね、はい、でも一番怖いバッター誰かって言ったら大谷じゃないの。ですよね。そうでしょ、はい、だからまあ一概にそのクリーンアップ打ってるからっていうふうには言えないし、うん、まあ、阪神の近本が状態がいい時なんていうのは、うんうんうん、まあ、若手ではないにしても、はい、あの手法だよね、はい、になってくるよ、うん、ああそうか。じゃあまたちょっと聞いてみましょう。だからまあ例えばそのなんていうの、大砲ではないけど広島の小園とか4番打ってて、うん、やっぱりなんかこう一番いいバッターだっていうような、はい、広島でもね、うん、勢いがあって、うん、まあ、そういう風になってくると手法と呼ばれるだろうし、うんうんうん、あとは例えば今パリーグだったりセリーグ の各打者 の部門のこう上位ランキングの名前見てみると、例えば打率の2位日本ハムのタミヤ選手、うん、3割2分なんですけれども、手法、若手の手法、まあそうだな、まあ手法っていう、まあ手法でもあるんだけど、うん、
まあ、あそこは結構たくさん若手がいて、うんうん、まあ、万波がいて水谷がいてみたいな、はい、まあ、そういうところが主砲になってきて、うん、タミヤっていうのはキャッチャーを外れる時もあるし、はい、であの2人っていうのは外れないじゃない。うん、いやだからそうだな、主砲とは言い難いけど、うんうん、主砲で考えてるっていうこともあるよね。だから難しいよそこら辺、ね、時に主砲でもあるけど主砲じゃないみたいな、うん、だって日本ハムにいくらでもじゃあ軍事も主砲かっていうとそうですよね、主砲に近いなみたいな、うん、そう、なんか主砲っていうとやっぱり大きく体格よくてもうホームランを打ち込むっていう、うん、まあ大砲のイメージがあるよな、うん、そうなんですよ、だからまあそういう面からするとタミヤはちょっと違うかなって。だまあチームに万波水谷がいないとしたら主砲になってくる。そうか、でもいるからさ。そうですよね、そうか。あとは例えば打点でいうとソフトバンク栗原選手、はい、まあ、ただ栗原選手はもう27歳なので、まあ、年齢的なこともあれなんですけれども、まあ、主砲ではある、ね、主砲ではある、若手ではないと、うん、若手じゃない。で近藤選手は30歳、山川選手は32歳なので若手じゃない、ないですもん、ね、まあ、主砲は間違いないよね。そうか。あとは豊さんどうですか。セリーグでいうと打率の今3位が中日の細川選手なんですよ。細川選手はどうですか、若手の主砲に。まあ、若手っちゃ若手だもんな、25歳です。そうだな、若手の主砲だよ、うん、だいわゆる中日の若手の主砲っていうのは合ってる、うん、カリストはカリストの年齢は年齢はカリスト、ちょっとですね、カリストの年齢はですね、そうか、カリストの32歳。じゃあもうあれだな、もう若いけどな、プレーは。そう、プレーは若いんですけど、まあ、年齢は32歳、まあ、そうだね、はい、じゃあ他のチームで言うと例えば豊さん上がる選手っていますか。 DeNA はまあ牧選手、うん、それから広島はまあ小園選手になったり、まあ、そうだね、まあだから森下なんかはね、阪神の、はい、うん、まあ、若手の主砲になりつつあるという、なってほしいですよね、まあ、なってほしいし、まあ、サトテルもそうだし。これどのぐらいの数字だと森下選手は主砲になりうるんですか。まあ阪神の中でチーム、あのセリーグの中でって考えるよりもチームの中で、まあ、ホームラン数で言えば 1,2 番を争う、うん、1,2 を争うような感じ、はい、まあ、打点も含めて、はい、まあ、そのぐらいになってくると若手の主砲って言ってもいいよね、うん、前川明雄選手もそうなんですかになりうる選手だよね、2人とも、まあ、まあそうだね。だからまあそこら辺で若手の主砲は阪神は誰だっていう、まあ、そういうキャッチコピーを取りに行ってるっていうふうに思ってもいいよね、うん、競争しながら、まあそんな感じだと思う。巨人は岡本和真選手、まあ、ちょっと年齢いっちゃってますけど、まあ、タイトル取ってるからな、もうホームラン王も打点王もね、で貫禄あるし、はい、多分もう28歳なので、まあ4番もねずっと外されないで打ってるし、まあ主砲だよね。他にいますか、巨人でなりうる若手の主砲の選手、これからでもいいんですけど、いない、今は今んとこはちょっと見えてこないよな、なかなかな。巨人っていうとやっぱり若手の主砲とか大砲っていうのがいるイメージが強かったので、まあそうだな、これまで。だから秋広がそうなりかけてたんだけど、まあ阿部監督とはの時はあんまり使わないしな。そうですね。だからそれはもう慣れない可能性はあるよな。そうですよね。中日はまあ先ほど細川選手の名前上がりましたけど、うん、まあ、あの昨日ね逆転のツーラン打った例えば福永選手とかはどうなの？ちょっとまたタイプが違いますかね。ちょっとタイプが違うな。うーん、だからまあロッテで言えば藤原なんかもね、はい、若手の主砲、まあ、高部とかも、はい、ま、あ高部選手ね、あとか、まあ、そういうのがちょっと小型ではあるけども、うん、パンチは効くぞみたいな。そうですよねパンチは効く。安田選手とかね主砲になってほしいんですけど、もう、いや安田はな、うん、ちょっとなんかこうのんびりしてんなそんな気はありましたよね。だ小郷とか、あ楽天の、うん、小郷選手面白いな、いろいろね調べてると、うん、小郷と伊藤幸也って同じ大学なんだね、はい、あ、そうなんですか。3番4番打ってたんだね。あ、
2人でですか。そうで神宮大会で優勝してるんだよ。あ、そうなんですね。もうそれも同じチームメイトになってるという。なんかずっと一緒なんですね幼馴染みたいな。立正大でさ、うん、でなんかこうやって調べてると面白いなと思って。つながりはあるんですよね。4番が伊藤幸也なんだよ。3番は小郷なんだよ。で小郷がもう出世しちゃってまあまあそれはいいんだよ、はい、まあだから小郷なんていうのは、うん、そうだな、若手の手法って言ってもいいんじゃないか。でヤクルトは、まあ、村上選手がねやっぱり若手の手法、若手って言われるのはあれですけど、例えばこれからだ、まあ、長岡選手とかはちょっとまた手法ではないか。ちょっと手法ではないんだよね、うんうん、確かにそれはそうですよ ね、 確かにね。ソフトバンクは若手が、例えばこれから、うん、笹川選手、あのギータ2世と言われている、まあ、まあとか、うん、まあ、広瀬とかね。あ、そうですね、広瀬選手、うん、とか、うん、そういう風になってくるといいけどね。そうですよね、うん、確かに若手の手法。あと、オリックス、ああ、紅林でしょ。ああ、紅林選手若いし。そっかそっか、あれは若いし、ね、若い手法ってなってもいいと思う。そうですよね、そっか。で他どうですか、ざっと見渡した限りっていうのは。まあでも豊さんがその現役時代にこう、うん、若手の手法っていうと思い浮かべると誰がいますか。いや、やっぱり同級生の原とかね。原さん、宇野とか。宇野さん、うん、中日のね。え、なんか宇野さんはイメージでこうアベレージヒッターとかちょっとポンってする。いや違うよ。ああホームランバッターじゃん。そうなんですね、ホームランを取ってるから。手法、若手、もう若手の時から。ああ、そう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 、原さんも宇野さんも。まあそうだね。で、まあ岡田さんもそうだね。あ、岡田さんもそうなんですか。まあ一つ上でね。もうあの大学卒業されて、うん、結構すぐ起用されてたんです。そう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 、若手の手法だったんだ、うん、あと、いました。だから若手の手法って江藤とか。あ、広島の。広島。あ、へぇ、江藤とか。江藤さんもそうなんだ。結構なんかやっぱりあの江藤さんとかホームランのイメージとか。そうですよ、うん、ありますよね、うん、だからまあ例えば池山、広沢とかさ、ヤクルトのブンブン丸、ブンブン、はい、とかはやっぱ若手の手法って言われてたと思う。え、じゃあもう結構若い方で即手法並みの活躍されてた方って多かったんですか。まあそうだね、まあ期待もしてたしな。だからまあ、それなりの成績というかさ、それなりのホームラン数っていうのは誇ってるよね、うん、あ、そうかそうか。西武やっぱ清原さん。あ、清原、清原さんもやっぱ入ってきてからね。いや、秋山とかね。秋山さんも若い時からだったんですか。まあそうよ。へえ、だから AKD ってね、まあ、デストラーではあれですけれども、うん、それはもうそうだな。あ、そうなんだ、うん、あと立浪さんは手法ではなかったんですか。手法に近かったよな。近い。ああ、やっぱり若い時から出て、うんうん、まあ、中日って言ったら立浪っていう風な時代があったから、はい、うん、それはやっぱりこう落合さんが入ってきたら、うん、司法の座は譲ったとしても、はい、やっぱ落合さんが入ってくるまでは、うん、まあ、立浪がね、はい、やっぱ嫌なバッターだったし。そうか。あとその落合さんはもちろん社会人からいらっしゃってますけれども、まあ、若手の手法ではあったんですか。まあまあ若い時はあったからね。そうですよね。いや、そりゃそうだよ。そうですよね。そりゃそうだよ。うん、そっか、うん、あと松井秀喜さん。松井秀喜 もちろんそうです。そうですよね。もちろんそう。あと高橋由伸さんはどうだったんですか。いや、もちろんそうだし、安倍晋之助もそうだよね。安倍さんもそうだったの。そうそうそう。あの坂本選手は手法だったまあ、手法の時期があったりだとか、うん、手法の座を譲ったりとか、うん、っていうことはあったよね、うんうん、それはあるよ。 それはそうそうたるメンバーだよね、やっぱりあの若手の手法って言われるのは。ですよね、うん、でもそういった選手たちってやっぱりあのもう卒業してすぐチームに入ってきてから、なんかもうすぐ1年目2年目からどんどん活躍してたような、まあ、まあそうだなって感じですよね。そりゃそうだ、うん、確かに。
ただあと12球団に言ってなかったのが西武なんですけれども、はい、まあ、西武の若手の手法っていうと、あの今はねちょっとなってたのが、あの4番打ってる岸純一郎選手が一応あの若手の手法っていうふうに今どっかで言われてるみたいなんです。これはどこで言われてるんだ。これあのネット X で、あの若手の手法、まあそれ賛否両論ありますね。若手なのか手法じゃないとか。これ豊さん若手の手法ですか。まあこんなところでいいんじゃないですか。まあ別に。